はい、こんにちは。まあ、こんな式が与えられてますと。3の A 乗イコール7の B 乗イコール441は、まあ、この問題が3、7使われていることからしても、21の2乗だってのはパッとすぐ気づくと思いますが、まあ、21の2乗、すなわち3の2乗、7の2乗ですよね。で、まあ、これごく普通に A と B を、まあ、対数、ログ使えば表せてぶち込めば、まあ、出るんでしょう。まあ、ごく普通にやるなら、3の A 乗イコール3の2乗、7の2乗だから、まあ、対数使えば A イコールに表せますよね。ログ、3、3の2乗、7の2乗なんで、これは、2たす、2かけるログ、3、7ですか。そうすると、まあ、B はもう、ほぼ同じ格好なんで、もうそのまま、ここを反対にするだけで OK ですか。で、ログ37とログ73って、まあ、いわば逆数の関係ですよね。ログ37。で、ログ73って、定を3にしてあげれば、ログ37分の1なんで。で、じゃあまあ、これをラージ X、これをラージ Y とでもしたら、まあ、求めさせられてるこの式っていうのは、A たす B。A たす B は、2たす 2X たす2たす 2Y 分の、2、2でくくっちゃって、1たす X。で、こっちも2でくくっちゃえば4。4括弧1たす Y と。今、消しちゃいましたけど、XY は1ですよね。XY は1と。なれば、これ普通に、下が4たす2括弧 X たす Y 分の4括弧掛け算すると、1たす X たす Y たす XY が1なんで、これ結局、ここ2ですよ。そうするとこれが、2で割って2たす X たす Y 分の2括弧2たす X たす Y で、まあぴったり約分されて2と。まあ普通にこんな風に対数使えば出るんですけど、まあ対数なんか使わずにと。この3の A 乗イコール3の2乗かけ7の2乗。で、まあ同じく7の B 乗イコール3の2乗、7の2乗と。で、これなんか3、7、21使いたい。けどこのままかけ算したんじゃ指数3の A 乗と7の B 乗かけてもあんまり嬉しくないんで、この A と B なきゃいいと。なれば、これ両辺 A 分の1乗しちゃうと。3イコール3の A 分の2乗かけ7の A 分の2乗と。こっちも7イコール3の B 分の2乗かけ7の B 分の2乗と。そうすればこれ縦にかけ算すと21イコールと。で、これ3、7に分けない方が良かったですね。21の A 分の2乗。21の B 分の2乗にしとけば、これが21の指数法則で A 分の2足す B 分の2ですよね。そしたら結局これが1ですよと。ってことは A 分の2足す B 分の2、すなわち AB 分の2括弧 A 足す B が1なんで、今求めたいA たす B 分の AB はちょうどひっくり返して2と。ですよね。2イコール2するには両辺にこれかければいいんで。いうふうにまあ求めた方が綺麗かなという気がします。じゃあ以上です。ありがとうございました。